みなさんこんにちは。二千十八年向け、えー、論文分析講座の、えー、紹介をさせていただきたいと思います。タントレク戦二講師弁理士のお富見です。はい、えっ、ー、と今日はですね、あのー。 まあこの直前期にえ過去問の演習がまあ必要だということでえ過去問のえっと分析講座をですねまあラインナップとして用意していますでその中で十段分類編とそして再現答案分析編ということで。 えっとコマ数としてまあ四と二なのでまああのかなりその分量に差があるんですけども、えー、その二つにこうまあ分けた理由というかまあその二つをどういうふうに使っていくのかまあどういう講座なのかということのちょっと紹介をですねさせていただきたいと思います、えー、まずですねこの講座まあ従来去年まではこの十段分類編のみだったんですねで過去問をまああの収録して解説をするっていうところは まあ、そうなんですけども、ただ、その過去問の、その収録の仕方がですね。年度別に、こう、ずらっと並べたわけではなくて。えー、その場面場面で、その、分けている。担当試験だと、あ、担当試験、担当の過去問だと。体系別問題集ということで。えー、過去問集もですね。例えば、新規性とか新歩性の特許権の。分類が終わったら、中間処理があって、まあ、審判があってみたいな感じで。 単に年度別に並べるのではなくてそのテーマごとに並べたっていうのが体系別過去問集という形になるじゃないですかで、考え方としてはちょっとそれに近いものなんですねあのつまり例えば拒絶流通知に対する措置って 問題が大問が1個あった時に説問がまあ例えば特許だったらまあ4つ一ずつあるわけですよね。でその中の1問目だけが拒絶流通信に対する措置で2問目だとまたちょっと別のその先の審判聞いてたりとかあの一行問題があったりとか、まあ、そういう感じであの説問ごとにその、まあ、場面も違うし、まあ、下の意図も違うので,で年度別に解くとなるとやっぱりその。 いろんな場面のものを時間内に解くっていう練習にはなるんですけどもただその自分が弱い部分に関して集中的に手当てをしづらいといとととううことが言えると思うんですねですから例えば自分は進化の問題が弱いんだと思った時に、まあ、趣旨の問題とか拒絶量の問題とかを。 とごちゃってなってるとその心眼の問題だけを抽出しながらやっぱり練習をすると自分で全部その過去も分析してこれは心眼の問題だから今の自分に必要なものだって感じであの抽出すする作業が必要になりますよねで非常にまあそこに手間がかかって効率的にできないということがあるので、えー、今回この講座でですね あの場面場面で分けているので自分が心眼の問題だけをやりたいんであればそこだけを集中してできるし拒絶流通知に対する措置だけをやりたいんであればそれができるとで特にね担当免除の方なんかは結構ねあの綺麗な答案で訂正も少ないんですけどあの堂々と間違ってる答案が結構あるんですよね。<laughs> うん、で今回の29年度のねあの問題を使って過去問あの再現答案分析編は展開してるんですけどその中でも結構違法性ミスをしてるるとはなんんかもあでですよでそういう問題はやっぱりまあ、致命的になりやすいですし点数を落とすことにもなってくるので、えー、そこだけをやっぱり最後ね免除の方は手当てしたいんだっていう方もいらっしゃると思うんですよね。ですから その場面でちゃんとあの自分で集中的にできるものを抽出してやれるっていうことがまあ一つこのあの十十段分類え分類編のあのメリットなのかなと思います。で特にこれ生講義ではなくてあの通信オンリーですから皆さんの方でカスタマイズできるんですね。だから例えば生講義だともうこの日は特許の会 でそれが終わってから一生の会になるみたいな感じになりますけどただ通信だと自分は一生だけやりたいんだとか商標だけやりたいんだっていう場合でも飛ばして商標いけますしで特許の中でも例えば後半の侵害部分だけやりたいんであればそこを飛ばしてのの部分のととこころから聞くこともできるじゃないですかですから直前期やっぱり時間等の勝負本当にあの時は金なりになってくるので非常にあの充実した時間を過ごしていくためには。 いたただくためにはねこういう形のものは通信の方が私はいいと思っていてそういう意味ではあの非常によくできたあのカテゴあの構成になっていると思いますので、えー、十分に使っていただければ、まあ、実力はかなりアップできるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ただね一つのコマにつき50ページ近くですかね解説してるんですよ。 で要はもう本当に忙しいんですね解説がだからもうどん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 解説してるので皆さんの方でまずもう構成だけでもやっぱりパッパッパッパやってでその都度その都度解説を聞くっていう形、まあ、23問固めてでもいいですけどもやるっていうふうにしないとあのかなりハイペースでやるのでたった4コマに見えるんですけど演習時間を考えるとかなり分量多いというふうに心得てください。 なので本当に尺志定義に頭からやってたんでは多分終わらないんじゃないかなと思うんですねですから自分でまず、ね、どの辺のテーマからやろうかというところを決めた上でやっていただくのが一番いいのかなというふうに思っています、まあ、ただあの問題数が多いということは、ね、練習いっぱいできるということにもなりますので、まあ、その辺のメリットはたくさん享受していただけるんじゃないかなというふうに思っています はいではですね続いて、えっと、再現答案分析編ですね、えっと、こちらの講座は初めて今年初めて登場する講座でしてで2コマなんですけども、えー、享受していただきたいメリットっていうのはまあ,あの本誌の採点基準を知る、まあ、みんなどれくらい書いてるのかっていうことを知るっていうその体感型の講座です。ですから 題材は一応平成29年度の最新のものを使っているんで、えっと、再現等はも,もちろん29年度のものなんですけども、えー、十分にですねまあその本試験のねあの評価っていうものが見れるような解説をしてると思うのでまあ問題数としてねそんなに多くないと思います29年度だけなのででしかもまあ2コマなのでなんとなく あれ2コマだけなのと思うかもしれませんけどこちらは体幹型のものもですつまり1つ目のその10段分類編の方は4コマあってでしかもいっぱい演習をしながらやらなきゃいけないからそのどちらかというと予習と復習とまあ両方必要になるものなんで生講義っていうのはまあその間に挟まるまあ皆さんのちょっとこう手助け補助輪みたいな感じの役割なんですけど。 2つ目のですねこの再現答案分析編の方は補助輪どころかもう本当にあの皆さんを主導していくような感じの講座です。ですからもう本当に講義が主体になるので予習はまあいらないです。で復習もいらないです。もう講義聞いていただいてでそれで「あ本詞ってこういうものなのね」ね。ねこういう基準で書くのねあ書くべきなのね。そして えー、まあ実際題、ね、あの受験をされた皆さんが「あこれぐらいの答案書けるんだ」でこれぐらい書いた時にこんな点数がつくんだっていうことを体感していただくとでその体感したその習得がちゃんとできていれば自分が答案書く時にですね「あこういうふうに書かないとああいう点数だったよね」っていうことが分かる。 まあ要は終わった時に大体自分の点数が見えるっていうことにもなってくるので、まあ、非常に。あのそういう意味ではメリットが大きい講座じゃないかなというふうに思ってます。まあ、従来からね。私これは別途。何かもう。本当になんか特別講座みたいなもので。 やりたたいななと思ってた内容なんですねでそれがまあようやくその直前期のこの「過去問の講座」としてラインナップに上がったっていうことは非常にあうれしく思っていましてでやっぱりね私たちがいくらレクの答案をもとにね「あのここは省略してもいいですよここはこう書きましょうね」とか「でここいい書き方ですね」みたいな感じで言っても結局やっぱりあの「 本番書いいいたじじゃないじゃななですかレックが参考答案として出してくるものっていうのは、まあ、制作チームの方で時間をかけまあ過剰訂正をしながら皆さんによりパーフェクトに近いものを出してきたものなので当然よよくでできてるのは当たり前なんですよねだから少しちょっと絵に描いた持ち的なところがあってなかなかその現実ラインではない。うん 時間ない中で本番でそのレベルまで書けないよっていう答案がほとんどですから、そういう意味では現実に受験生の皆さんが書いてきたものを題材にできるというのは非常にあのメリットは高いと思っているんですね。なので、まあぜひあのつ、ね、かねあの使っていただければなと思うんですけど、実際あのまあ、問題をですねまず。 えとちょっとね実際少しもう解説が終わっているのでお見せできるところをお見せしたいと思うんですけどもまずあの問題文はね普通に29年度の本紙を使っていますから普通にあの29年度のあちょっと待ってくださいねえ問題そのままですもちろん本試験なので,で。例えばえとこれ29年度の 特実2問目なんですけど、まあ、こういう感じでまずまあ私がですね問題文を読みながら回答出しをしをていきますで実際まああの答案構成に近いようなところを、まあ、まずこう問題を見ながら改正を通してじゃあそれに対して受験生の皆さんが、ね、どういうあの答案を書いてくるのかっていうことをですね こう載せていくんですねで例えばこの方だと117点で特実はまあ1問と2問の合計点になるんですけどもその合計点で117点がついていると。で、えっと、4科目、まあ、3科目ですねの平均がまあこの方60.2点で、まあ、3個までについてますけど、まあ、この解説でまあ重視するのはこちらの点数ですよね。でこちらの点数の方で、まあ、1問目大体これぐらい点数ついてますよね。 多分そううでしょうねみたいな感じの,あのや,やり方やるんですけどただ、まあ、あの結構高い方なんです117点あの足切りって。というかあの足切りはま48点のところですけども54点がまあ言ったらレックの合格答案って言われる60点のラインなので、まあ、偏差値に換算して54ですからねライン合格答案のラインが。 うん、ですから108点がまあ言ったらその合格ラインになってくるのでそうすると117点なんで結構高い方なんですよね、まあ、それでも例えばちょっと薄すぎるところがあったりとか、うん、であと聞いてないよっていうようなところでまあちょっとあの考え方で間違ったことを書いていたりとかする部分があったりするんですねでそういうことをまあ指摘しながら、まあ、そうすると例えばあの今の,あの 方だと d さんだと1問目がすごくよくできてたんですよ。で、1問目のあの答案だけを見ると117点なのって。私正直2問目も同じぐらいのね。レベルのあの答案が出てきてたんだったら、もっと点数取れるんじゃないかなと思う。実力だったんですよ。1問目の出来が非常に良かったので。でも117点っていうことはさほどじゃないまあ。それでも平均的には高いですけど、そうすると。 あ2問目でなんか大きなミスをしたのかなっていうふうにまあ読めるんですけどで案の定だったんですね2問目のところでやっぱりそのちょっと考え方のところで当連だったらもう一発アウトになるようなミスをしてたりとかですね他の方でも原則と例外侵害だと侵害の認定をしてから神戸に行かなければいけないのにいきなり神戸のところから書いてしまってるとかそういうミスをしてたりとかするんですね。それでもやっぱりこう 合算しててて救済されてるっっいう部分があったりで特許は特に1問目と2問目等の,の合わせての説問数を考えると10問に近くなってくるのでそうするとまるまる説問1個間違えてたりとか例えば趣旨で全然書けてない方もがいらっしゃったんだけどもそれでも全体的に見ればやっぱ救済できてたりとかしていてあの少しこれを受けられた皆さんがねあ結婚ミスってもうかるものなんだな 割と点数取れるものなんだなっていうことの体感ができると思うんですよ。要は精神安定剤にもなるんじゃないかなと思ってるんです。うん、あのピンポイントでね。ここまミスしてます。ここミスしてます。ここダメです。っていう風うにこう解説見ていくと結構落ち込みますよねで、自分はダメなんじゃないかと思ってしまうんだけども。でも実際全体で見た時に。まあ実際結構点数が取れてると。 でそう見た時にあつも一つのミス二つぐらいのミスっていうのは特許では十分に救済の範囲なんだなっていうことが分かるそれが体感できるっていうのが実際、ね、受験生の方ののの方答案そのものなわけですよ少し脚色してる可能性はありますけどでも一応再現答案ですから本誌で書いたものに近いものなのでそうするとやっぱりねこうあ,あれそれぐらいでいいんだなっていうことも分かってくるのであの十分に まあ皆さんのね、自信にもつながれるような、そういう講座になっているかと思います。うん、で、まあその中で、結構、まあ。他の方の答案を見る機会って、そんなないですから。まあ、他人の振りを見て、我が振りを直すってこともあるので。まあ、そういう意味でも、あの人の答案を見るってことは、非常に有意義なことなんですよね。で、本誌の直前だからこそ、こうヒヤッとするようなことも。ね、事前に防げるわけですからね。 なのであのぜひこの再現答案分析編はあの聞いていただきたいなというふうに思っています。うん、であの復習なんかもね必要ないんで、まあ、通信でね始められた方はもう10段分類編と並行してやっていただいてもいいし。 うん、で先にあの再現答案分析編を聞いていただいてそれから順段分類編を聞くっていう形でもいいと思うのであまり順番にこだわらずに体感するだけの講座だというふうに割り切っていただいてどのタイミングでも入れていただ早めにねやっていただくことで例えば直前答連とか公開模試に活かせることも多いと思いますので、まあ、むしろ先に分析編の方を聞いていただくのもいいのかなというふうに思うんですけどね、まあ、そういう感じで使っていただければと思いますね。 毎毎年毎年ですねあの直前期にまあ皆さんに必要なことって何だろうかって私たちはやっぱり考えるわけで,でまあそれは受験生をもとにあの考えたりとか再現等をもとにですねあのまあ直前期にこういう指導をしておればこういうミスはなかったかなとかですねそういうこともこう反省も踏まえながら毎年毎年こうあの修正を加えながらあの提供している感じなんですけども。 やっぱり主になるですね直前等連とか公開模試のところにまあ影響がないようなそしてそれらに相乗効果があるようなものとしてやっぱり必要なものというのはやっぱり過去問この時期だからの過去問ということになってくると思うんですねあまり早い時期の過去問演習っていうのは害になっても利益になることあまりないんですけどもただあのやっぱりは この時期だからこそですね、過去問の演習というのは本当に非常に大事になってくるので、えっと十分にまあ使いこなして、うん、あのメリットを享受していただければと思っています。ではあの皆さんとはですね、また生講義等々でお会いできればと思います。えー、では、えー、過去問の、えー、分析講座、えー、これで紹介を終わりたいと思います。